犬の飼い主さんは飼い犬登録をして年1回の狂犬病予防注射を受けさせることになっています。この動画では4月の集合注射会場での受け方を説明します。今回は吹田市の吹田と大阪府獣医師会の富樹くんが来てくれました。吹田市内の飼い主さんには毎年3月に保健所からご案内の封書が届きます。これを持って案内に載っている動物病院に行きましょう。予診票券同意書に記入しておいてください。それではワンちゃんを連れて動物病院に行きましょう。この上りが集合駐車会場の目印です。受付で駐車済み証明書を渡しましょう。名前を呼ばれたら診察室に入ります。診察室では先生が予診票の内容を確認した後に予防注射を打ちます。はい、終わりです。先生、どうもありがとうございました。待合室で少し待つと お会計です。料金は3300円です。駐車済み証明書と色のついたメダルと犬シールをもらいました。このメダルは駐車済みの印です。こんな風に首輪などにつけておいてください。犬シールは自宅を訪れる人に犬を飼っていることを知らせる印です。玄関前に貼っておきましょう。それでは帰りましょう。まれに下痢や嘔吐などの副反応が起こることがあります。体調に変化があったときはなるべく早く動物病院に行きましょう。ということで、狂犬病予防注射の集合注射についてご説明しました。春はお注射の季節です。忘れずに受けてくださいね。